ホークスプラス始まるよ。交流戦で一軍デビューを飾ったルーキーの大山亮投手、新たなイケメン発見。おやま投手、一軍デビューおめでとうございます。おめでとうございます。すごいですね。あ、ですか。はい、嬉しいです、嬉しいです。出た、岡田お手製のくす玉。結構みんな喜んでくれるんですよ。ドラフト6位ルーキーの大山投手は今月9日の DeNA 戦で一軍デビュー。1回を無失点に抑える堂々の初登板でした。どんな気持ちでマウンドに上がりましたか？正直でも特に何も考えれなかったです。逆に峰井さんとバッテリーだったんですけど、うん、2軍の時でも受けてもらったんで、そこがちょっと気持ち的に心強かったんですけど、投げ終わってからなんか2軍の時と全然違うなみたいな。自分的には多分そんなことないんですけど、アドレナリンも出たんだろうね。その後もヤクルトの村上選手、阪神の佐藤選手から三振を奪うなど、奪三振率は驚異の 18.00。 すごー、強打者キラーだ。これ手応えあったなっていう一球はありますか？ストレートの三振だったら、あのオスナ選手から取った見逃し三振、スライダーで取れたのがあのオースティンに投げた時で、それはすごい気持ちよく思った通りにいったので。本人は初対戦だったのでと謙虚でしたが、球種も多彩だしイケメンだし、これからが楽しみ。今後の目標は？先発としてやりたいっていうのはゆくゆくはあるので、まあ、結果的にこう長いイニングなどんどん投げて抑えれて先発になりたいっていうのが目標です。じゃあ初勝利のお祝いは？もちろんくす玉でしょ。もうちょっと大きいの頼むよ。